大学校は明治2年7月明治新政府により東京に設立された官立教育機関群もしくは教育行政官庁。この記事では解消後の大学更新機関である大学南校及び大学東校についても述べる。大学校の長官たる大学別当に任じられた松平春学旧幕府から継承された昌平学校、開成学校、 医学校の三校を統合し、旧小兵学校系を中心とする管理教育機関として構想され、それは同時に全国の学校行政を統括する官庁を兼ねるものとされた。その後、大学と解消されたが、内部では洋学系と国学、官学系の対立に悩まされ、中枢機関である本校が早々と休止に追い込まれ、行政官庁としては、 大学を廃止して、文部省が新設されたため、単一の教育機関としてはほとんど機能しなかった。しかしこの過程で、国学者、漢学者に対する洋学者の優位が確立され、以降は彼らを中心にして、後の東京大学を頂点とする近代的、公教育の制度、体系が構築されていくことになった。文部省の前身であるとともに、東京大学の源流書機関の一つとされ、 特に、大学南校は、東大法、理、文三学部の大学等校は、同意学部の前身となっているが、両校を完全に統合して、単一の大学とする構想は、1877年の東京大学発足によっても果たされず、1881年の東大の組織改革によって、ようやく実現したと見られている。慶応4年4月、新政府の江戸入場、 占領に伴い、江戸幕府直轄の教学機関であった、儒学中心の招平座科学文書、洋学中心の改正書、医学中心の医学書は接収され、6月から9月にかけて3校を再開し、それぞれ招兵学校、改正学校、医学校と解消された。翌明治2年6月、新政府は直轄の教育機関、及び、 全国府半県の学校行政を統括する官長の設立を図りその制度を定め、先日の参考を統合し7月8日、大学校として設立、長官に相当する大学別当には松平春学が認じられた。この大学校は、昌平学校を改編し、国学、官学を講じる、本校と改正学校、医学校兼病院、平学校の 文局から構成されるものとした。当時の組織は、先日の大学別当と時間たる、大少な館大小進む、教官はそれぞれ大、中、小の、博士、助教から構成されており、衆議院と男女代の間の席次に位置する、館長とされた。明治2年12月17日、大学校が大学と解消されると、大学本校の南に所在していた旧、 改正学校は大学南校、東に所在していた、医学校は大学登校と解消された。教授される学科については、大学校設立時に昌平学校に下された、通るによると、教育内容について、国学、神道に優位を置きつつも、必ずしも国学史上主義ではなく、漢学、洋学も講求すべきであるとし、特に実学重視の立場から、科学、 兵学、医学を中心とする洋学が重要としている。だが、その後明治3年2月に制定された大学規則、中小学規則では、国学、新等重視の姿勢は後退し、従来のような国学、儒学、洋学という国別の教区分ではなく、教科、法科、理科、医科、文科という洋学的な教区分が採用された。しかし、 大学本校で紛争が生じたため、本校は明治3年7月12日に閉鎖。洋学系の大学南校、大学東校は独立し、この頃より次第に洋学者が国学者、漢学者を圧倒するようになった。ついで明治4年7月18日文部省設置と、共に大学自体が廃止され、7月21日文部省の管轄下に入った大学南校。 東校はそれぞれ南校、東校と改称明治5年8月の学生により両校は中学校を継いで専門学校と規定された。その後南校は改正学校、東校は東京医学校と改称され、1877年10月に発足する東京大学の校正母体となる。お茶の水の旧小平校に設置された。国学、漢学講義を担当したが、 建前上は国学第一とされていたため、江戸幕府以来の旧将平校出身の漢学教官と京都にあった旧工学書出身の国学教官の間に対立が絶えず、丸山桜などの国学派がその地位を誇って、受学派を排斥したのに対し、水本成美ら受学派は、受教は必ずしも外来思想ではないと主張し、明治2年8月に日大学校で挙行された、 学審祭において、国学派が従来の講師に変えて、八位試験命を祀ったことを発端に、学審祭論争が起こった。さらに学内対立は、上記、大学規則をめぐる、洋学派、反洋学派間の論争など、深刻な派閥紛争に発展したため、明治3年7月12日には、学生改革を名目にして、当分休校となり、 再開されることなくそのまま廃校となった。これにより、旧幕時代以来の小平校による漢学、儒学教育は断絶した。高等教育の中で大きく交代を余儀なくされた国学者、儒学者が復権するのは、東京大学発足に伴う文学部、和漢文学科及び古典講習科の設置以降のことである。古べき、 大学南高教師、改正学校教頭神田一橋の旧改正書跡に設置された、洋学教育を担当し、明治3年7月の本校閉鎖後に制定された大学南高規則によれば、外国人教師による外国語の過程である、生息、日本人教師による日本語の過程である、変則から構成され、外国語学、西洋地歴、 数学などを科目とする、普通科終了の後法理文の、核、専門家に進学することになっていた。また、同年以降、各班からの更新性募集や海外への完備留学生派遣などの施策もいった。明治6年には、民六社へ参画。その後、文部省への移管と、南港への解消を経て、9月25日に、南港は一時閉鎖され、10月に再開された。 この時、変則過程は廃止されて、生息のみとなり、また更新制制度も廃止され新たに学生が募集され入学試験により入学が許可された。当初予定されていた専門家の設置は、それを収める程度の学力に達する生徒がほとんどいなかったため放棄され、普通かすなわち外国語教育に重点が置かれることになった。この結果、南港は、 フルベッキの指導下で中等学校相当の学校となった。明治5年の学生により南高は第一大学区第一番中学1873年専門学校となって改正学校と改称し1874年次いで東京改正学校に改称された。改正学校への改称後、高知は東京大学法理文山学部に継承された。W. ウィリス 初期の医学校、大学登校教師下や岡か町の旧医学所跡に設置された、西洋医学教育を担当し、本校閉鎖後に制定された大学登校規則、社則によると普通教育を履修する、余科と余科を修了した学生が進学する専門課程の本科からなり、寮科はさらに正規課程を履修する、生息と短期則修の変則に分けられていた。 当校では、イギリス講師官不意志 W ウィリスを教師としていたこともあって、当初は、イギリス医学を中心としていたが、設立当初から、ドイツ医学採用を求める学内の声が高まり、明治4年7月、当校への解消後、プロイセンより、ミュレル・ホフマンらが招聘され教授として着任した。慶応義塾出身の松山宗安も、大学東稿大教授として着任した。なお、 この後も伊藤玄徳などは慶応義塾医学書ではイギリス医学を試みた。その後9月25日、東高は南高と同様に一旦閉鎖した後学則を改正して10月に再開入学試験を実施して学力優秀者の再入学を許可した。さらに明治五年7月変則の全廃とともに余下、本科における学科、家庭の改定が行われ、 これ以後は、ドイツ医学への転換が進行することとなった。8月の学生制定により登校は、第一大学区医学校を継いで、東京医学校と解消されたが、ドイツ医学重視の流れは、東京大学医学部に継承された。下屋のコーチは、東京医学校に継承されたが、その後、病院の所在地であった、神田泉町へ、継いで1876年に、 東大医学部の現在地である東大本郷高地に移転された単行所持点項目。ありがとうございます。